ちは、ファゴット奏者の福島理子です。今度9月11日のアンサンブルの公演で、私はライヒャのファゴットのための変奏曲、そしてベートーベンのピアノ五重奏を演奏いたします。まずこのライヒャの変奏曲ですが、ファゴットと弦楽器、バイオリン、ビオラ、チェロという編成になってますけれども、この曲はもう本当にファゴットが主役の、スポットライトを浴びて、前面にこうファゴットのテクニカルな部分っていうのをお楽しみいただけるような、そしてそこに弦楽器はファゴットに寄り添い盛り立ててくれるような、そんなファゴット奏者としてはとても楽しい曲で、聴いていただく方たちにもファゴットってこういうソリスティックな面があるんだなというふうにきっと楽しみいただけるような曲となっております。9月22日23日の定期公演ですが、私はモーツァルトのファゴット協奏曲を演奏させていただきます。このモーツァルトのファゴット協奏曲は、モーツァルトが17歳の若さで、書き上げた、本当にこうフレッシュで、若々しいというか非常に躍動感あふれる楽しい曲となっております。もちろん私自身演奏するのは楽しみですし、なんといってもマエストロホーネクさんがどのようにこうモーツァルトの世界っていうのを体現してくださるのかということ、そして、素晴らしいオーケストラのメンバーとともにこの清居ホールで、どういった響きを作り出せるのかということを、私自身本当に楽しみに心待ちにしているコンサートでもあります。9月11日の室内楽公演と9月22日23日の定期公演、どちらもきっと素晴らしいコンサートになるかと思いますので、ぜひぜひ皆様にご来場いただけましたら本当に嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。